はい。ということで、9月13日、マーケット売り買いでやっていきたいと思います。日経平均株価は28,614円0.25%のプラスですね。トピックスは0.32%のプラス、マザーズは0.06%のマイナスとなっておりまして、非常に値、ね、動き出てないですね。で、プライム売買代金も2兆ちょっとぐらいなので、まあ、あんまりね、飽きない出てませんと。今日の夜、CPI あるんで、 若干警戒感あるのかなというそんな値動きでございますドル円は142円ですね最近はぼちぼちこの142円ぐらいでね落ち着いているかなというところでございます売買代金上位ですけれども第一位任天堂となっておりまして5.51%の大幅上昇でございますこちらに関してはスプラトゥーン3がもうとんでもなく好調な売上げですというニュースが報道されましてそれを受けて大幅に 上昇しておりますあと東京ゲームショウが9月15日から始まるというね。 ま、それの思惑というか期待というか、まあ、なんか任天堂やってくるんじゃないか、サプライズしてくるんじゃないかとか、いろいろあると思うんですけど、そんなこんなで、ね、非常に上昇しております。ね、第2位、レイカイラバレッジ、第3位、レーザーテック、第4位、日本優先、第5位、東京エレクトン、第6位、ソフトバンクループ、第7位、ダブルスコープですね。ダブルスコープ、ここ最近強いですけれども、第8位、トヨタ、第9位、商船三井、第1位、川崎、汽船ということで、トップ10のうち船3社入ってきたかなという、そんなところですね。あと JR 東も強いですね。JR 西 東もも東九州も本日年初来高値新高値値新ってておりままして好調でございます本日は決算銘柄中心に見ていきたいんですけれど、まずは HIS ですね。第3クォーター決算発表しておりましたけれども、売上高36.2%プラスの営業利益は赤字ですけれども、赤字縮小ということでございます。HIS ですけれども、国内旅行事業に関しては、そこまでね、まだ復活しておりませんと、コロナ禍以前の2019年を超える水準には至って ておりません。ってことですね。ただ、前年同期で比べると大幅な回復はしていると。 いう、そんな状況でございます。海外における旅行事業っていうところに関してなんですけども、引き続きまだ調子が悪いということですね。海外法人のインバウンド事業において、日本からの海外渡航需要が回復していないため、厳しい状況が続いております。ということでございます。HIS ちなみにチャートはこちらになっております。ここ直近で2000円取ってから10%ぐらいですね、グギュッと上がっておりまして、こうちょっと期待されているのかなーっていう、そんなチャートでございます。で、次ですけれども、これもなかなか衝撃 といいうか無敗転落しておりまますす中国電力でございます業績見通しを開示してなかったんですけれども本日業績見通し開示しまして売上高42.5%プラスの利益がかなり赤字ですね赤字拡大しておりまして1800億円の営業赤字でございます最終利益に関しても1390億円の赤字拡大予想ということでございます配当金は去年40円あったんですけれども今年は0円で ございいますすととうことですね。ちなみに、電気料金値上げの検討着手に関するお知らせというのを出しております。まあ、我々の生活にも関わる話ですね。電気料金上げる可能性ありますよと。で、下方修正というか、この赤字が拡大する理由に関してなんですけれども、単価上限設定影響っていうのが340億円で、燃料電力の調達費用増が591億円ということで、ここら辺がこう利益を押し下げているということですね。で この電気代って最近上がってると思うんですけど、じゃあ電気代上がるんだったら電力会社儲かるじゃん、電力会社買い手てなりがちなんですけど、実はそうでもなくて、電気代ってどうやって決まってるのかっていう、まあ、これ東北電力のウェブサイトからですけれども、この燃料価格が上がるから電気代上げてるっていう感じなんですね。だからその分、じゃあ丸々儲かってるのかっていうと、売り上げは上がるんですけど、利益は 調達するる燃料のコストが上が上ってるんで、まあ、それを売上に乗せてるだけっ今もうその、もともと規定されてる電気代の上限を超えてるっていうことで、それ以上、もうコストだけが上がっていって、顧客に提供できる電気代っていうのは決まってるんで、もうこれ以上上げれませんっていう、その上限まで来てしまってるんで、もうここから先コストがどんどん上がれば上がるほど、電力会社は赤字になるっていう、そういう仕組みになってるんで、最近はね、電力会社あんまりチャート的にも上がってないですけど、一時ものすごいチャート上がっ ってましたけど、電気代が上がるからチャートがこうね上昇するっていう感じだったと思うんですけど、まあ、実はそうではなくてこう調達のコストがね上がってるんで。 電力会社としては意外と実は儲からないどころか赤字になりますよとその非常に調達コストが上昇している影響で赤字が拡大しますので長期的に見て配当金を出せるような状況じゃないんで一旦配当金ゼロにしますということですねでこの中国電力の業績赤字拡大っていうところを受けて他の電力株とかもですね、まあ、どういう反応するのかっていうのはちょっと見ていきたいかなと思います、はい、そしてお次は大注目個人投資家人気の三井ハイテクですね経常利益 29情報修正、過去最高益素上乗せということで。 まあ情報修正で出すかどうかなっていうところあったんですけど、情報修正しっかり出してきております。売上高28.6%プラス、営業利益87%プラス、最終利益71.6%プラスとね、表向きの数字だけ見ると、なんかとんでもないドエらい数字出してるなっていう印象はありますね。で、実際中身どうなのっていう話なんですけど、自動車業界においては中国ロックダウン、半導体影響の不足により、自動車各社の減産があったものの、 電動車関連の需要は堅調に推移しましたと。で、半導体業界どうなのっていうことに関してなんですけども、既初来総じて好調に推移していたものの足元で情報端末機器向け等で需要減少の影響が見られましたということなんですよね。まあ確かにこう、東京エレクトロンとかもですね。 こう半導体見通ししし方修正してたりしますけどだから全体的にこの下半期というか、この今直近でめちゃめちゃいけてるかっていうと、なんかそんな感じでもないのかなっていうね。まあ、あとは単純に円安ですね。為替相場において大幅に円安が進行したことにより、売上高33.1%。こう調子良かったですよと。で、営業外収益の為替再起のところ見ても15億円、為替の利益出ておりますと。ということで、三井ハイテクチャートこちらになっておりますけれども、今のところ PTA すでに2%か3%ぐらいですね、えー、上昇しておりまして9200万9円ぐらいですかね今リアルタイムでっていうところで明日ね値、えー、動きどうなるかとまあ、なかなかねすごいいい数字で情報修正出してるもののねいまいちこう買われづらいっていうところはあるかなと思って ますしあととは受給のところですね改ざんもね、えー、だいぶ増えてますと信用倍率もともと5倍とかねそこら辺だったんですけど直近で10倍ということで、まあ、改ざんがかなり積み上がってきてるのと倍々高に対する改ざんもまあまあそこそこ多いんでこのあたりのね受給改善するかどうかっていうところも見つつになるのかなと思ったりもしてますはい。 で今後のスケジュールこちらになっております。今夜 CPI あります。ほとんど無風じゃないかなって思われてるんですけど、ジャクソンホールも無風と思いきや結構反応したんで、CPI 無風からの意外と反応する説っていうのもね、まあ出てたりするのかなと思ってます。でとりあえず大注目はやはり FOMC ですね。で、日銀会合もあります。で、明日も決算たくさん出てきますね。 えー、ビジョナルとかも出てきますけど、このあたりもね、えー、いろいろ注目決算。あと、エニーカラーとかもね、出てきます。まあ、エニーカラーもやっぱ注目かなと思いますね。ということで、えー、明日もいろいろ注目どころのね、高決算グロース、たくさん出てくるんで、そのあたりも注目かなと思います。はい、ということで、今後もこのような株式投資の情報をどんどん発信していきますので、気になる方、チャンネル登録よろしくお願いします。以上。